ある金曜の夜のことだったんですけど、仕事が終わった後ラーメンでも食べたいなーなんて思いまして、どうせならちょっと遠くのラーメン屋さんに行こうかというわけで車に乗ったわけです。ある金曜の夜のことだったんですけど、仕事が終わった後ラーメンでも食べたいなーなんて思いまして、どうせならちょっと遠くのラーメン屋さんに行こうかというわけで車に乗ったわけです。ダビに住所入れてさあ出発と、しばらく走ってますとなんか妙に救急車とすれ違うんですよ。あ、まあ金曜日の夜だし飲み過ぎたやつ多いのかなと、恐れにした数が多い。そうこうしてるうちに今度はナビがこんなことを言うわけです。この先事故多発地点です、他の車や歩行者に注意してください。まあナビってこういう機能あるんで、時々だったら全然気にするほどのことでもないんですけど、これも妙に数が多い。本当交差点に差し掛かるたびに、この先事故多発地点ですと。しかも結構走ってましたから、周りって田舎道で車とかほとんどいないんですよ。さすがに僕も焦りましたね。なんだか怖いなぁ、やばいなぁ。でも目的地まであと少しだったんで、そんなことをまあ考えながらも車を走らせてますと、ようやく目的地に到着しましたってダビが言うんです。えっと思いました。だってここラーメン屋さんの看板どころか周りに何もないですよ。おかしいなぁ、何なんだろうなぁって、ふっと横を見るとそこ移転してたんですよ。